あ、始まりました。皆さんこんにちは。今回ですね、このマナマナアーティファクトというゲームやっていきたいと思いますが、こちらのゲームですね、ヤンデレ幼なじみに監禁されるゲームらしいんですよ。はい。で、ちなみにこのゲームに登場する登場人物の二人は男らしいですね。はい。だからあのタイトル画面にいた子は男です。はい。じゃあ決めてます。では始めます。目が覚めたらとても可愛らしい空間にいた。ピンク色の家具やふわふわしたぬいぐるみ、女の子の好きなものをたくさん詰め込んだような部屋は男の僕には不釣り合いだと思った。うん、でもうすでに女装してるけど。でも、あれれ、僕も女の子の格好をしてるぞ。フリルとリボンのいっぱいついたドレスみたいな服を着てる。確か、ロリータ服とかって言うんだよね、こういう服のこと。自分で着た覚えないから、誰かに着させられたんだよね。全くもって似合ってないよ。でも何のために。ちょっと記憶を整理してみよう。僕の名前はリック。どこにでもいる、ただの中学生だ。中学生なんだ、うん。ああ、中学生ね。てか、リボン、おお、頭ですでに3つリボンついてる。多すぎね、邪魔すぎない、大丈夫？今日は友達の家で一緒にテスト勉強しようって言っていて。あ、そうだ。このやたらメルヘンな部屋は、僕の友人のマナの部屋か。友人がこんな部屋嫌だよ、俺だって。ちょっと。おはようございます。目が覚めたんですね。マナ。ドアが開き、華やかな子が入ってくる。この、今の僕と同じような服を着た子がマナ。はい。これ、地毛？ピンクのうんこみたいな髪型。マナと僕は幼なじみで、幼稚園の頃からの付き合い。マナと僕は本当の兄弟のようにずっと一緒に育ってきたんだ。マナは僕の一番の親友だ。いや待って、幼稚園の頃から付き合い長いのに、なんでこの部屋だっての今知ってんの？ていうか、一番の親友こんな趣味持ってて、俺ちょっとやだよ。俺絶対やだよ、こういう子が幼なじみだったら。ちょっと不安だよ今。この服マナのだよね。どうして僕にこんな格好させるの？リックンは今日からマナとこの部屋で暮らすんですよ。え、何言ってるの？本当にマナは何を言ってるのだろう。一緒に暮らすなんて、そんなの現実的にありえない。僕がマナの家にお世話になるなんて、おかしいよ。僕とマナが一緒に暮らせるわけないよ。お母さんたちが心配するし、僕は帰らなくちゃ。なんで？暮らせますよ。マナの両親だって困るだろう。お母さんとお父さんのことはこれから説得するから大丈夫ですよ。よんぷ、もしダメって言うなら殺せばいいですし。もうすでに狂ってるこいつ。殺、何言ってるの。マナが自分の両親が嫌いなのは知ってる。だけど殺すだなんてさすがにやりすぎだ。それにマナはそんなこと言う子じゃなかったはずだ。一体何があったんだろう。とにかくリックンはマナと一緒に住むんです。これはもう決定なのです。マナどうしたんだよ。リックンはね、もう一生このお部屋から出なくていいんですよ、星。そんな。このお部屋でマナのことだけ考えて、マナとだけおしゃべりして、マナのことだけ見て、マナの作ったスイーツだけ食べて生きてればいいんです。はぁ、あ、リック大好きです。まあ一回ぶん殴ろ、ちっちゃいつ。マナは高揚とした笑みを浮かべていた。僕は唖然として何も言えなくなる。それでもなんとか口を動かし、マナに尋ねる。マナ、何かあったの？リックン。マナから急に笑顔が消える。一瞬にして孫になり、マナは静かに言葉を続けた。彼女作ったでしょ。どうしてそれを。確かに昨日僕は小林さんという女の子に告白され、そのこと付き合うことになった。同じクラスで席が近くて、よく話をする女子生徒だった。ずっといい子だなと思って、僕も気になっていたから告白にOKしたんだ。マナはそれが気に入らないのです。マナには関係ないじゃないか。本当に関係ないって思ってるのですか。マナずっとリックのことが好きだって言い続けてきたのに、そんなの気持ち悪い。それはでも、だって僕たちは、マナがリックのことが好きである以上関係ないっていうのはちょっとひどいんじゃないですか。そうかもしれないけど、でも僕はマナとは付き合えないよ。なんで。マナが叫ぶように言った。甲高い声がメルヘンな部屋に響く。なんで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 マナじゃダメなの。マナがダメってわけじゃないよ。ただ僕が小林さんのことつけないだけだ。マナが嫌いとかダメだとかじゃない。嘘で。ああ、日暮らしの中、顔やば。今気づいた、顔やば。マナが血相を変えて叫ぶ。怒りに顔をゆがめ、我を忘れてる。僕はそんなマナが恐ろしかった。マナは基本的には内気で優しい子だった。今までこんな風に怒りをあらわにすることはなかった。結局リックもお金にされたらじゃないで、結局お前もマナのこと
マナのこと男だって思ってるんだよって。お前男なんでしょ。だってこの概要欄に書いてるよ、このゲームの登場人物2人は男ですって書いてるよちゃんと。違うよ性同一性障害。あーそのパターンか。そのパターンね。いやこれは結構リアルであるから、なんとも言えん。マナはそれだった。マナは心と体の性別が一致してないんだ。マナは女の子の格好をしてるし、ちゃんと女の子だけど体だけ男なんだ。マナの本名はマナブという。だけどマナは自分の名前が嫌いなので、僕がマナというあだ名をつけてあげた。僕はマナの苦しみを知ってるから、マナを男扱いすることだけは絶対にしなかった。でも結局お前は本物の女を選ぶんじゃないか。口調男なってるけど、男のマナを選ばないじゃないか。違う。うまく言えない。何も言えない。マナのことは女の子だと思ってる。思ってる。はずだった。でも、結局僕の中のマナは、心が女の男という性別だったような気がする。僕は結局マナのことを男だと思っていたのか。そうだとしたら最低だ。いやでも、これに関してはむずくない？リアルでもこういう、なんだろう、そういう性同一性障害ってあるけど、それは結構本当に辛いと思うんで、僕は何もボケません。そうだとしたら最低だ。外面だけ良くして、マナをその気にさせて。僕がマナではなく、小林さんを選んだのは、結局僕がマナを男だとしか思えなかったからなのか。いや違う。マナとは距離が近すぎた。幼馴染でずっと一緒に育ってきたから。だから僕はマナのことを妹みたいに思ってしまっていたんじゃないか。だから僕はマナを恋愛的に好きになれなかったんだ。だから僕はマナに性欲を抱けなかったんだ。きっとそうだよね。僕はマナのことをちゃんと女だと思っていたよね。いや今のこの顔見てみ、もうバリッバリ男よ。マナは性同一性障害だったために、小さい頃からずっといじめられてきた。おかまやキモいなどの悪口やいじりは日常茶飯事だった。幼稚園の頃から周りにからわれてばかりだった。実の両親すらからも男であることを押し付けられていた。男らしくあるように育てられていた。男であることを強制され押し付けられてきた。それが辛かったのか、マナはいつも泣いていた。僕はそれを不純に思ってマナに優しくした。マナに可愛いあだ名を与えて、僕だけはマナを女の子として扱った。マナをキモいと笑い、いじめる奴らと同じにはなりたくなかった。マナを女の子扱いするのは僕だけだった。だからマナが僕を好きになるのは当然だと言える。マナはまるで僕の彼女のように振る舞った。僕に献身的ですごく忠実だった。本当に僕の彼女になりたかったんだろうな。いやでもこれはしょうがないよ。いや頑張ってよリク君。でも僕はそんなマナを裏切ってしまったのかな。バリバリ裏切ってるよ。マナじゃない、リックはマナだけ見てればいいんです。リックのお姫様はマナだけなんですから。音符つ、でもだからってなぜ僕がマナのわがままを聞かなければならないんだ。マナは確かにかわいそうだと思う。性同一性障害の人に対してかわいそうと思うのも違うのかもしれないけど、僕がマナに支配されなきゃならない義務なんてないはずだ。僕が誰と付き合うが僕の自由だ。マナ、ごめん。やっぱり僕はマナとは付き合えないよ。ごめんね。どうか分かってくれ。マナ、大丈夫、安心して、絶対分かんないから。ほらね、もうこの間見て、この間を感じてみ、リク君。全然分かってないから。お、分かったか、その顔は。ん？笑顔だよ。お、なんか瞳に、なんか輝きを取り戻したよ。そうですか。分かってくれたのか。じゃあ仕方ないですね、アンプ。一瞬何が起こったのかわからなかった。腹が燃えるように熱いのだけがわかった。恐る恐る自分の下腹部を見てみれば、僕の着ているフリルのドレスが赤く染まっていた。赤く広がるシミの中心には鋭い銀のナイフ。それを見てようやく僕は自分が刺されたことに気がついた。気がつくのはあまりにも遅かった。ただマナちゃん、マナ君、いやマナブ君、君はとんでもないことをしてしまった。こうなることをしてしまったことによって、君はもうリク君とは出てない。何言ってんの俺。おい、めっちゃ出てるけど。ナイフを抜かれればそこから血が噴出する。溢れ出した赤黒い血がメルヘンな家具たちを汚していく。そんなこと考えてないで早く自分を頑張れ。目の前に真っ暗な闇が広がり、僕はそのまま意識を手放した。ああ、死ってこんな感じなのかな。どうなんの、生きてんの、誰。マナ君。マナは物心ついた時にはすでに自分の性別に違和感を感じていました。両親からは男の子のお洋服とおもちゃばかり与えられました。
髪の色どうなってん？どんどん絵の具まみれになったの一回。マナはそれが気に入れません。男の子のお洋服やおもちゃなんて全然可愛くないからです。マナは可愛いものが好きでした。女の子らしくて可愛いもの。マナが女の子のお洋服を欲しがっても両親はそれを与えてはくれませんでした。あれは女の子用だからダメよ。そう言ってマナに男の子の格好をさせます。だからマナはママもパパも大嫌いです。マナを女の子として扱ってくれない人間なんてみんな死ねばいいのです。幼稚園に入るとマナはますます自分の扱いに違和感を覚えました。マナは女の子ですからピンク色のスモックが着たかった。それなのにマナに与えられたのは水色、男の子用のためのものです。マナはそれが気に入れませんでした。幼稚園は本当に大変でした。マナはおままごとがしたかったのに女の子の輪には入れてもらえません。だからといって男の子の輪にも入れません。弱っちい男女だとか言われて誰も仲良くしてくれません。そんな中助けてくれたからこれリックくんでしょ。でもリックくんお前刺してるからね。幼稚園で唯一マナと仲良くしてくれたのがリックくんでした。リックくんはマナを可愛いと言ってくれました。マナを女の子として扱ってくれました。マナをからかいませんでした。マナを笑いませんでした。マナを罵りいじめませんでした。マナにママっていう可愛い名前をくれました。マナは生まれて初めて女の子として扱ってもらいました。その瞬間マナは自分が女の子でいてもいいならと思えたのです。そこでようやく自分の存在を肯定されたのです。マナはすぐにリックを好きになりました。リックはマナの王子様でした。だってこんな幼稚園児こんな笑顔がかっこよくて可愛い幼稚園児あんまいないよ。こんなん惚れるわ。リックが本当に大好きでした。ああそれでこうなっちゃったの。中学生になりマナは自分で洋服を選べるようになりました。マナはうんと可愛らしいフリルがたくさんのロリータ服が大好きです。ロリータ服を着ると可愛い女の子でいるのです。すべての女の子は可愛い服を着る資格があります。その資格は確かにマナにもあるものです。あるはずです。ロリータ服は高いけどマナは頑張ってお小遣いを貯めて買いました。マナが女の子であるためにです。マナが可愛らしくしてればリックンが褒めてくれます。可愛い似合うと褒められるとマナは自分の存在を肯定された気分になります。だからマナは一生懸命可愛くあろうとしました。だけどそれについては嫌なことを言ってくる人はやっぱりどこにでもいます。気持ち悪いオカマホもおかしい、たくさんの嫌な言葉を言われます。中学生もなれば冗談半分でやらせろなんて言ってくる男子もいます。やらせてやればいいじゃん。あすいません、あすいませんってなるよ。でもマナは100個の嫌な言葉を言われてもたった一言リックンが可愛いと言ってくれれば大丈夫でした。出したい。それだけでマナは生きることができました。誰が何と言おうと自分は可愛い女の子なのだと信じられました。だからマナはリックンが大好きだったのです。でもそのままでよかったよ。その監禁とかしようとしたからこうなっちゃったんだよ多分。なんか可愛く着飾ってやるけど動かなくなったリックンをふわふわのベッドの上に寝かせました。リックンはまるで眠ってるみたいでした。永遠の眠りについたリックンはお人形のように愛らしく、そして美しかったです。リックンはもう何も喋らない、動かない、何もできないから、どこか行ってしまうこともない。誰かに取られてしまう心配ももうしなくていいのです。リックン、リックン、愛してます。ずっと一緒ですよ。おお。眠ったままのリックンにそっと口づけを落とします。リックンの唇は氷のように冷たかったのでした。お前のせいだよ。いや、お前のせいだよ。何綺麗に言ってんだよ。殺してんだよお前が。この歌何？